Today's my third anniversary. 駿河明太、梅崎遥。自分はワクワクが抑えきれません。メイが勝ちます。梅崎遥入場。ここで喋るの？はい。アイム遥梅崎、皆さんこんにちは。ディアナの梅崎遥です。2年ぶりに市ヶ谷に帰ってこれて本当に嬉しいです。めいちゃんとの対戦も本当に嬉しいけど、来ると思って来たので今日は勝ちたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。This isChocoPro Live 121. The main event is a third anniversary special singles match. This match is scheduled for 33 minutes of time limit and one fall. Introducing first, from my right, coming from the blue corner, she is one half of the Asia Dream Tag Team Champions, the Big Apple, Mei!Suruga! Coming next, from my left, coming from the red corner, she is one half of the WWWD World Tag Team Champions. She is Haruka Naru Choshinsei, Haruka Umesaki!Referee, I'm Sakura. セタ立ちしてください。メインイベント駿河明3周年記念試合。さあ対角に立ちますのは梅崎遥。2人何を思うのか。ロックアップ、この戦いの始まりはロックアップから。さあ押し込んでいくのは駿河明が押し込んでいくか。腰を落として下から突き上げるように押し込んでいきます。カモン、メイちゃん、おっと、ならば梅崎はここはバックを取りました。さあお互いバックの場合あるから持ち上げて揺さぶりをかけてまいります。梅崎ならば駿河明がリストを取っていきます。前転からリストを 取り返したのは梅崎。ハンマーロックに取っていきます。駿河明スクイーズスクイーズ、イージーイージー。ならば相手の首を下に下げておいて鋭く取り返していきます。さらに膝裏を踏みつけてグラウンドで絞り上げていきます。こうなってしまうと身長差は関係ありません。さすがであります。駿河明フロントを取っていくが下からスイッチ。
さあそのままついていく。スイッチをさせません。足を作ってホール。カウントは一つあります。レフリーは桜恵美。この二人の戦いをどう思って見ているのでしょうか。さあヘッドロックに取ったのは武蔵。右のヘッドロックから膝合わせぶん投げていきます。投げていきました。さあ膝合わせ返すことができるか。いや足を大きく使ってそのヘッドロックを抜けて今度は逆にヘッドロックで絞り上げていきます。セルガメ。さあ絞る絞る。締め上げていく、締め上げていく。さらに今度はお返しとばかりに首投げは見せてまいりました。スルガメ。さあ足合わせて返したが、ここは距離をお互いに取ります。さあこの数分間でどれだけの重い会話があってありましょうか。さあ得点、おお、お互い得点を見せていく。おお、同時に得点を見せていった。思わずエリアこの他の見しまいそうなカーボー。やれたー、いくぞー。ヘビゴヘビゴヘビゴ、あはい。おお、さすがにさすがにこれは読んでいた。フロントネックロックに立ったのは海崎。さらに後転してセルガメを決めていきます。さあ下からセルガメを抵抗するが上を取ったのは海崎やります。おお、ここで念入りに勝ち上がりエアホイップを見せていきました。もう一発。おお、もう一発と言いましたが、そうはさせるかと。さあ、それがメインの邪悪なところに火がついたか。やられたらやり返すだけ。ベンだけど、おお、得点で切り返した。逆に壁にぶち当てたのはスルガメ。ここは5つの蝶がしたか。久しぶりに市ヶ谷の壁を味わうのはうるさき。さあいってらっしゃー。アピールしていきます、うるさき。そしてレッグロック、足はレッグロック。固めていきます。おお、これはすごい。ついでにさくらの髪を掴んでいった。この辺りしっかりさくらの遺伝子も感じます。さあ指輪がね、しないでいく、しないでいく。おお、なるほど、これはすごい。前転してマット中央で決めていきます。梅崎、さあ締め上げていく、締め上げていく。セルガメの体が指折りしなっていきます。腰へのスタンピング。さあ強烈なスタンピングが見つかります。おお、お返しだ。ものすごいスタンピング3連発。そしてお返しのばかりにキャメルクラッチに取ろうとしますが、これはノーと拒否する。
梅崎、ああ、なるほど、なるほど、カメラ開いてますよ。さあ、チェーンされていきます。そしてキャメルクラッチ、スクイーズスクイーズスクイーズ、さあ、締め上げていく、締め上げていく、おのれの前腕をホームの後に食い込ませていきます。スルガメ、そしてボディシザース、逆にホール、おーホールとバディスダンスの攻防だ。そしておーぶん回してきた、ダイヤルがとめ、ダイヤルがとめ、回していく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 、3周年だというのをしっかりアピールしてまいります。セルガメ、ナイスオンネ、グッフォーム、グッフォーム、お、何を見せるか、おニードロップを腰のあたりに落としていった。そしてお今度は腕、そして肩口のあたりに2を落としていきました。さらには念入りに腕を決めての、おプロペラ状態で腕折りだ。ハンマーロックにしっかり決めて、あーツイストしていく、肩口が決まってしまうぞ。あれは痛い、これは痛い、プトベロのリップトベロのリップ、あーなんてしっかりここへエスケープ、ナイスオン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 、おナーティワイ、ナーティワイ、おー下から、おーこれはハンマーロックに持っていった、スーパー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 、さらに逃げようとするその足も決めていけ、あーしかしなんとか手が届きました、エスケープ。しかし梅崎、ここは苦しい展開が続きます。起き上がっていけるところ、スタンピングダメージを与えていきます。セルガメ、強烈なスタンピング、おーついてきた、ついてきた、お互い前側を振り上って何を見せる、何を見せる、あーエルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い、どちらが打ち勝つのか、おお落としていた、あーさらに、あー窓枠を使ってのアメリカ、そして窓を閉めて腕のダメージ、さらにその腕スタンピング、さあこの辺りセルガメ反則攻撃を織り交ぜながら確実に相手へのダメージを重ねていく、よしよし、ショールド、ショールド、ショールド、チェックしてます、チェックしてます、どれにするか、どれにするか、キック、ノリオさんが吹っ飛んでいった、そしてホール、しかしここはブレーキを使っている攻撃にレフリーはノーとホールを認めません。さあノリオさんに罪はありません、ドンフェアローです、ドンフェアロー、
誰か突撃、あー突撃したのは一人だけ、鶴が目一人での突撃出てきた、ドラムキック、さあ反撃出るか、ここはホール、ホール、ホールに来た、おお、アッシュのスタンドにサイキックを見せた、そしておこれはこれはもしかして変形のスコーピオンの状態から、これはこの技はアピールしての誰ぞ固めだ、誰ぞ固め、ここで出ました、さあこの1回のラストゾーンで誰ぞ固めを決めていく、この一撃、大将がためで完全にここペースを掴んだか、さあ、こらえていく、こらえていく、こらえていく、こらえる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 、さあ、アメージストクロスターをこらえてフルネルソンに切り返していきました、もう下からキャプテンコーチは呼んでいた、ヘッドスタンプ、そして改めてグラウンド状態にのフルネルソン、フルネルソン、さあフルネルソンに捉えた、そしてポジションをエスケープさせずに位置に変えての、さあブリッジで切り抜け、アップルミュークレーション、さあ決まったか決まったか、フルネルソン、エスキシーブリッジで絞り上げていく、ナイスブリッジだ、おお、なんとかここは足が届きました、さあ気合を出す、鶴亀先ほどは決めなかった突撃を決めた、そしてぶつけていったレッペ、さあそしてこのコンビネーションはさらにもう一度マリオさんのダンクシュート決まった、ものすごいダンクシュートでしたが、あくまで武器を使っての攻撃は認められません、うーん、これは悔しい、15分経過してメイドラブキック、さあボディスラムに取るか、腰を落とすのは目先、逆に投げるか、ボディスラムの投げ合い、投げ合い、さあどちらが、さあどっちが上げる、どっちが上げる、力の入る攻防だ、諦めない、諦めない、ここは嫌がる、嫌がる、スリガメンがナックルで嫌がる、嫌がる、レフリーが見えない角度でボディブロー、そしてボディスラムを決めた、捉えた、ならばと、おお、足をクロスしても、おお、リバースの、リバースの、いや、リバースのロベルトピッチャーが嫌がる、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 
さあ暴れてやがるが完全には決めさせないならばこの攻めに技を移行して Slowly get her 出るぞ高笑い高笑いだ決めた変形の鎌固めそしてスピンウィングでクラッチをクラッチを指先がもう少し繋がったらああクラッチ組んだクラッチ組んだこれは疑惑か疑惑が全く取れないものすごいブリッジで締め上げていく締め上げていくああしかしスリガメにも腰のダメージがあったか決めきることはできませんでしたこれは悔しい突っ込んでいったがおおネックブリーカーカウンターこれは思いっきり突っ込んでいっただけ自身のダメージも大きいカウンターのネックブリーカー決まりましたさあ髪を掴んでゆっくりと起こしていき強敵を定めて重たい重たいエルボー重たいフォアも見せてきましたならばエルボーにはエルボーとスリガメイもフォアメに返していきますメイならば倍返しなんてものじゃない一撃がセルガメイに打ち込まれましたものすごいエルボーだならばセルガメイもいつも以上に重たいエルボーを見せていきますものすごい気迫気合だ。レイさん、あれかった。お負けねえぞ。お負けねえぞ。一撃。スタンド、カモン。カモン。カモン、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 カモン。カモン。先に立ち上がったのは梅崎か。いや、お互いのダメージが大きい。メイ。中央に立つのはスリガメしかし戻ってきた梅崎もエルボー3連発髪を掴んで強引に起こしていくさあ、おもれを鼓舞させる。そして、走って、ああ、カウンターの QD 決まった。QD スペシャルカウンター投げっぱなしで決まりました。ホールでいった。ホールは、ボールは、おお、返した。壁を蹴って返していきました。スリガメ、頭脳プレー。さあ、マルアンからのニューレー。おー、旋回スプレス。決
まったー、これもカウントは2、カウントは2。さあ、改めて得意とするアメージストクロスを狙っていく。さあ、小技を決めることができるか。膝でこれをなんとかこらえるするがめ、しかし諦めません。アメージストクロスを狙っていく梅崎、エルボー。さあ、するがめを逃がさないよ。腕をしっかり握ってろ。繰り返した。エビが止めカウント2。ならば王は下からスモールパンチホールド、これもカウントは2。クロスリックスはカウント2。丸め込みをここで連続で見せていきます。おお、カウントは2。カウントセミカルのホール、これはカウント2。チャンス、ならばするため、もう一度壁に叩きつけていった。そしてこの位置はおお、クラブのクラッチを狙ったが、ラッバーヒッツー、潰した。逆に返していく。エビが止めで抑え込み合戦。さあ、どっちが上になるんだ。あー、カウントは2。梅崎、惜しい。そして、ラッバーヒッツラルが、もう一度潰していく。なんとかここを避けて。バックを奪っていったスリガメ、ラバーキットランには行かせません。そしてこの対戦はヘッドスタンド、ものすごいラッシュだ。カウントは2、カウントは2。さあ、改めてこの対戦はハーフの状態からミスパーを狙っていくが、ミスパーを狙っていくが、おお、逆に返していった。そして、ああ、ミスパーのスキャットに決まった。ラーマキストラルはカウントは2、カウントは2。さくらの目の前でラーマキストラルを決めました。うるさき、ミサイルキック、これを避けた。そしてハーレー、おお、ここは壁を蹴ってました。壁を蹴ってプロペラクラッチを、メールプロペラクラッチを返しました。さあ、真空に残ったスリガメ、ヘッドスタンプ決まった。ものすごい一撃、二人とも体力の限界か、動けないか、それでも手を伸ばす、相手を睨みつける。そして改めてプロペラブラックラッチ決まった。スリーカウント、最後の最後は振り絞るかのようなプロペラクラッチでスリガメ3カウントを奪いました。先に来て
三周年記念試合をシングルマッチやってくれてありがとうございました。Nathan, thank you very much for coming here on my third anniversary and giving me a single match. I started before you, but my third anniversary came first. 大丈夫の時からずっとずっとメイが3周年迎えた今もずっとハルカちゃんとメイは隣でプロレスがしたかったです。 Not just one day or two days. Since the day I joined wrestling in Darajo together, I wanted to compete day in, day out with you. でも今お互い進まなきゃいけない道があって、はるかちゃんもタッグのベルト持ってるし、メイも今タッグのベルトありがとう、タッグのベルト持ってます。 But we both have our parts now. You are a champion in your own, and I'm a champion in my own. だから次すぐ当たるか、また2年先かもしれないし、もっと先に当たるのがなっちゃうかもしれないけど、お互い今はちゃんと守りたいものが自分の中にあるから、それをその時までずっと守りきって、またメイをはるかちゃんとシングルマッチがしたいです。その時はメイがどこにいようと、はるかちゃんが遠くに行っていようと、メイが遠くに行っちゃってもまた近寄った時も、はるかちゃんはメイの中で世界一のライバルであってください。 Now that we both have things we have to protect, paths we have to walk.We don't know the next time we will be able to wrestle. It might be 2 years, three, or maybe even further than that. We might never have it. But the day comes, and when it comes, no matter where we are, no matter where you are, be my number one rival till the end.ありがとうございました。 That was beautiful. Easy, easy. That was beautiful.